匠の里、尾花町、三社の森のお話。尾花町のグラウンドの一角に大きな石碑があります。この石碑は式内渡名神社戸籍と記されています。この石碑について説明されている看板などがあります。それらによると、この地一帯を三社の森といい、樹齢が数百年から数千年経った樹木が鬱蒼と茂る森でした。今から1500年ほど前、慶太天皇の娘でここ尾花に住んでいたと言われる萬田姫を祀った渡名神社は大きなお社でした。応仁の乱の頃には衰えることになりましたが、その後いにしえの面影を残して境内は壮観だったようです。明治の末期にのうち拡大政策により開墾されることとなったため、渡名神社は寺中にある川田神社に合祀されました。昭和23年に帰ってきました。この境内を汚したりすると必ず暴風雨が起こったと言われています。時が過ぎて平成9年にここに新しい石碑を建てました。なお尾花町には全成神社の参道の近くに渡名神社があります。